プロトスフィラエナは白亜気候期に生息した蒸気類である。ヨーロッパアジアからも化石は見つかるが、カンザスのニオブナラ層に含まれるスモーキーヒル白亜層のものが最もよく知られる。大型の魚類で全長2から3メートルに達する。プロトスフィロナはギリシャ語のプロトス、スフィリーナに由来する。これは初期に本族がカマスの祖先と間違えられたためであるが、 現在では、カマスカジキとは禁煙でなく、絶滅したパキコルムス類に属すると考えられている。ニオブララ層から出土する2種。大型の方が、ピーパーニシザ、他方が、P、ニチダプロトスフィロナニチダタイプ標本のフンプロトスフィロナ、ニチダタイプ標本し列、科学の一部、胸びれ19世紀に発見された他の化石と同じように、分類にはかなりの混乱があった。 胸びれのヒレ状は1822年、ギデオン・マンテルによって、イギリスで発見されていたが、この化石を記載したのは、米国のジョゼフ・ライディで、1857年のことで、あった。この時の命名が、プロトスフィロナ・フェロックスであり、本属のタイプ種となる。ライディはこれ以前にも、ニュージャージーのナベシンク層から、本種の葉を発見していたのだが、これは、 恐竜のものとご同定されていた。1870年代、化石収集家のベンジャミン・フランクリン・マッチは、カンザスのルークス郡エリス郡に広がるニオブララ層の路頭から多くの化石を発見し、古生物学者のエドワード・ドリンカー・コープとオスニエル・チャールズ・マーシュのもとへ送った。1873から1877年、コープは、マッチの標本に基づき、 イリジアット・ニッチダ・ポーシアス・グラディウス・ペリー・コプタース、パーニクチオススの3種を命名した。現在ではこれらはすべて本属とされている。1895から1903年、アーサー・スミス・ウッドワード、カイ・ビールーミス、オリバー・ペリー・ヘイなどの英米の古生物学者によって研究が進められた。現在では、ニオブララソウのプロトス・フィライナ属は2種に分けられている。また、 B ・ベントン・イオネムはグリーンホーン・ライムストーンにより出土し、1898年にアルビン・スチュワートによって命名された。北米最古の化石はカンザス・ダコタサガンの上部より得られたものである。全体的には現代の場所カジキに似るが、全長、風が短く、体型も洗練されていなかった。また、生態には大型の歯があった。 全身骨格は珍しいが、歯、糞、胸びれなどは、ニオブララ層、アラバマのミュアビル白亜層などから比較的よく見つかる。多くの場合、頭部と胴部は分離した状態で見つかるが、これは骨格の石灰化が弱かったため、化石化する前に切り離されたものと考えられる。他の白亜紀魚類とともに、中世代の終わりに絶滅したため、 カジキとの類似は修練進化によるものと考えられる。ありがとうございます。